俺はエイジ、20歳のニートだ。訳あって最近一人暮らしを始めた。一軒家を安く借りられたし、順風満帆のスタートと思っていたが、気になることが一つある。隣の家からなんか異臭が。庭を覗くと住人らしき怪しげなおじいさんが「おいおい、庭にゴミを!」見て、またやっぱりボケたのかしら。最近は夜中に知らない人がやってきてゴミを捨てるのよ。荒れる場所はますます荒れるってことか。窓を見ると室内にもゴミが溜まっている。異臭の原因なのは間違いないだろう。解決しないと洗濯物を外に干せないな。ネットで調べてみると、行政に連絡をするといいと出てきた。でも、まずはご自分で伝えてみてください。うまくいかなければご連絡を。丸投げかよ!というわけで、仕方なく言いに行くことに。だが、いざ文句を言おうとすると、気後れしてしまった。帰るか。庭を出て行こうとしたその時だった。ああ!なんでうちがゴミ屋敷に?うわ、美人。あれ、あなたは？ああ、隣に住んでいるエイジです。うん、どうもどうも。この家の住人、静香です。ご用件は？おじいさんに会いに来たというか。お父さんに？お父さん？おじいさんじゃなくて？あ、すみません、失礼なことを。いいえ、よく言われるから。父が40歳の時に私生まれたんです。その後、俺は静香さんに恐る恐る事情を話した。ごめんなさい。まさかそんなことになってるなんて。立ち話もなんだからどうぞ。お茶くらい飲んでいってください。断ろうとしたが、結局招かれることになった。うわぁ、これだと逆に失礼だったり。ごめんなさい。いえ。その後、俺たちは3人でお茶を飲み始めた。お父さんは遠くを見ている。悪く言えばもう、別の世界を見ているような。一月前はこうじゃなかったんだけど。1ヶ月留守にされていたんですか？そうなの。あ、じゃない、そうなんです。海外に取材へ行っていて。敬語じゃなくてもいいですよ。俺の方が年下っぽいですし。本当？ありがとう。で、お仕事って？翻訳作家なの。代表作は「ハリー・ネッコーの魔術師」和訳版です。嘘！売れっ子さんなのだ。どや。でもこんなになるまでお父さんを一人にしちゃうなんて、娘失格だよね。お父さんがゴミを捨て始めたことに心当たりは？お母さんかな。最近静香さんはお母さんを亡くしたらしい。お母さん綺麗好きでね。庭いじりも大好きだった。庭にゴミを捨てればお母さんが戻ってくると思ったのかな。詳しく聞くとやっぱりいろいろあるんだな。私、仕事に集中すると周りが見えなくなるんだ。ご飯はネットスーパーで惣菜を定期購入しているから、お父さんも用意できていたんだけど、対策を考えないと。でもその前に掃除か。エイジ君が帰ったら頑張らないと。よければ手伝いましょうか。俺どうせニートなんで。ここまで散らかると大変でしょ。じゃあお言葉に甘えます。ありがとう。結局全部は片付けられなかったけど、静香さんは喜んでくれた。上出来、本当にありがとう。助かったよ。よかったら明日も来ましょうか。さすがに悪いよ。っていうかニートって言ってたけど、生活大丈夫なの？当面はさすがにずっとではないですけど、仕事探しはもう少し経ってからです。ふん。それならさ、うちでバイトしない？お掃除、お父さんの介助、私の気分転換に付き合ってもらう感じで、月額20万から。え、高い。やります。やったー。よろしくね。報酬の高さも魅力だったけど、もう一つ思っていたことがあった。静香さんともしかしたら仲良くなれるかも。翌日から俺は静香さんの家に通い始めた。今日も来てくれたんだね。ああ、しげるくん。お父さんは毎回俺の名前を間違えるが、顔は覚えてくれた。庭のゴミも少しずつ片付けて、家はすっかり元の綺麗な状態に。片付けるととても広かった。ある日の食事中、静香さんはお礼を言ってくれた。いつもごめんね。私、ご飯以外は仕事で部屋にこもりっきりで。そんな、俺の方からお礼を言いたいくらいです。実は俺、家族っぽい団らんって経験したことなくって、だから今すごく嬉しいんです。それって多分訳ありだよね。聞いてもいい？ええ、もちろん。実は俺は両親に会ったことがない。両親はいつも仕事で忙しく世界中を飛び回っていた。俺はお手伝いさんとしか過ごしたことなかったんだ。そんな生活は俺が20歳になっても続いた。両親の件以外は普通の大学生活だった。ところがある日、両親が飛行機事故で他界、遺産を引き継ぐことになったせいで、会ったこともない親族、両親の会社に遺産を狙われるようになる。嫌がらせに近いようなことを繰り返し受けたんです。そうなると大学でも噂が流れてしまって、そうしたら金目当てでみんな近寄ってくるように、何もかもが嫌になって大学を休学、誰も知らない土地へ逃げてきたんです。そんな、だからむしろ俺の方が救われているんですよ。そっか、そう言ってもらえるなら嬉しいね、お父さん。うん、お父さんってば。食事の片付けが済んだ後、静香さんは仕事部屋に戻った。そして帰り際、エイジさん、名前合ってる？静香をよろしくね。その夜、サイレン隣？まさか。駆けつけるとお父さんが救急車に乗せられて、静香さんが付き添っているのが見えた。翌日、静香さんからはしばらく来なくても大丈夫と連絡が来た。数日後、俺は静香さんに呼ばれて家を訪ねた。はあ、お父さん無事だったんですね。そうなの。ただお医者さんのそばにはいないとダメで、もう自宅には住めないんだ。でもね、お父さんの昔の知り合いがお世話してくれることになったの。恩があるとかで恩返しがしたいって。へえ。そんなわけで、これからは一人暮らし。遅れた分頑張ってお仕事しないとね。ってことはもう通うのは今日が最後？忙しいから。よければお掃除とかご飯用意してくれると嬉しいんだけど。あ、そんなのお安いご用です。喜んで。やったー、エイジ君ありがとう、大好き。ね、うっそー、びっくりした？はい、すごく嬉しかったし幸せだった。でもこの後も事件は続く。ある日、いつも通り家に行くと、静香さんが口論。相手は誰だ？訪ねてきていたのは静香のおばさんだ。お父さんの妹らしい。どうしたんですか？おばさん、この家が欲しいって。え？この家、お父さんがおじいちゃんから相続したの。でも家の権利を移し替え忘れてて、名義はおじいちゃんのままなんだ。当時はあなたのご両親、私の3者で納得して相続先を決めたけど、娘夫婦と孫に家をあげたいのよね。元をたどればみんなで仲良く暮らしなさいってお父さんが残してくれた家よ。今まで貸してたけど、今度は私の番。あなたはワンルームにでも住めばいいでしょ、稼いでるんだし。そういう問題じゃ。手続きが面倒だとでも？まあ、あなたそういうの苦手そうだものね。兄にそっくりで変人だし。ふざけないでください。ん？ふざけないでください。何なんですかあなたは。急に来て静香さんとお父さんに失礼なことを。はあ？あなたには関係ないでしょう。それでも目に余ると言っているんです。第一、静香さんは変人なんかじゃない。この人は素敵な人です。謝ってください。謝れ。結局彼女は俺と散々口喧嘩して帰っていった。ごめんなさい。うん、すっきりした、ありがとう。とはいえこれからどうするかな。法令的には私がまずい立場だよね。多分相続の件は俺も相当調べましたから。じゃ、出るしかないか。参ったな。この辺り気に入っていたんだけど。引っ越して静香さんともうお別れ。嫌だ、そんなの嫌だ。お父さん、俺に勇気をください。よかったら俺と一緒に住みませんか？え？俺の家、思ったより広くてもったいないから、遺産を引き継いだって言っても実は大した額じゃないんです。うちの両親浪費家だったんで、家賃折半で住んでもらえるとすごく嬉しいんです。折半？とんでもない。っていうかお金ないなら養ってあげる。生活費全部払うから。それだと俺紐です。紐いいじゃん、小説みたい。実は若い男の子を養う生活に私ちょっと憧れてたりなんて。若いってそんなに年上じゃないでしょ。私もう30だけど。嘘！見た目若っ！っていうかこれめちゃくちゃ美味しいシチューなのでは。その上静香さんはとどめを刺してくる。っていうか一緒に住むなら中途半端にせずけじめつけてみる？え、それってなんてね。嘘嘘。まずはルームメイトから始めましょう。はい。惜しいことしたかな。こうして俺たちは共同生活を始めた。結局生活費を全て負担してもらえることになったので、俺は見事紐デビュー。この終わりは結婚だといいな。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。